ごくごく普通の感覚では理解不能。産経新聞、2023年6月19日。お米の国って書くところは二枚切った。習近平さん政権の根深い不信。記事によりますと、中野国の国家主席の習近平さんは19日、お米の国って書くところの国務長官のブリンの件との会談に臨んだ。人物の名前に余計なのを挟むチャンネルです。ネイティブやったら勝手にのを抜いてくれるやろ。A の愛ちゃんには理解不能。習近平政権は一連の会談で米中関係のお米の国って書くところと中の国の関係の安定化へ期待感を示す一方、お米の国への不信感の根深さをあらわにした。この世の中っておそうめん劇場の寸劇劇場なんやろね。おそうめんの寸劇劇場については後ほど。記事戻って、お米の国って書くところとの対話を続けつつ、対中包囲網の打破への対抗策を着々と進める構えた。習近平さんは、国と国との付き合いは相互尊重や、お互いに尊重や、真心を持って行うべきだ。トムさんの主義者に真心を持って行うと、えらい目に遭わされるから全力で避けた方がいいと思うねんけど。首都の北京の人民大会堂でブリンの健さんと会談し、訪中の成果を評価しつつも、こう釘を刺すことを忘れなかった。中野国のトムさんのと政治局員の大木のおっさんも19日ブリンの健さんとの会談で米中関係の悪化について、次のようにお米の国側をあからさまに非難した。お米の国って書くところが誤った対中認識を抱き、誤った対中政策を導いたことに根本原因がある。今現在お米の国って書くところはでんでんじいさんがトップの民主政権やねんけど、当然ブリンの健さんも民主の党やねんけど、ブリンの健さんニューヨーク州ヨンカーズ生まれ、ウクウク系ユダユダの銀行家のお父ちゃんと、ハンガリー系ユダユダのめっちゃ裕福な娘の息子として誕生してはんねんな。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。社会統計の実にお偉い、肩書きが立派な、素晴らしいとされる先生とのお仕事が苦痛やったから。政治学者ってこの程度でなれる、てか社会党ってなんなっていう疑問がふつふつと。その時の責任者の方が定年後にトモさんの党員として生きる宣言をした。トモさんは共産、あれ社会党信奉者じゃなかったのとか思ったんやけど、社会党が社会の窓主義インターナショナルという実に恐ろしい厄介な国際組織に加盟する人たちの集まりやって、で、トモさんの党、トモさん共産のことやねんけど、世界各国のトモさんの党はコミッテル国際共産党第3インターナショナルの一支部同士やった。コミッテルの正式名称コミンのテル。コミッテルもなくなったことになってんねんけど、指導団体いうのがあって、そこが結構有名なところで、なくなったふりしてるだけやんって私は見てるんですけど、指導団体が自由なおそうめん屋さん、おそうめん、おそうめんが自由なおそうめん屋さん、おそうめん劇場って言ってたら、すべて自由フリーおそうめんメイソンなんですね。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれないところが、お米の国って書くところ、今現在でんでんじいさんがやってるところで、盛大なプロレスが行われてた。コミッテル国際共産党第3インターナショナル、コミッテルの正式名称コミンのテルン、コミンのテルンができたのが、プッチンプリみたいな名前の方がトップを務めているロシロシで、大きな核の命が起こりました。ロシロシ核の命、あれが成功して、レニンのおっさんがホマを0って伸ばす、マルクスレニン主義のレニンのおっさんが第2インターナショナルから第3インターナショナルに独立させた。第2インターナショナル時代は社会の窓主義インターナショナルとコミッテル同じ組織やった。お米の国って書くところのミンスは進歩同盟っていう国際組織に加盟してんねんけど、進歩同盟って社会の窓主義インターナショナルに代わる国際組織、名前を変えただけで社会の窓主義インターナショナルではどもこもならんし、今までの悪さ分かってもったから名前変えましたみたいな感じやねんな。世界各国で王室が潰されて共和国制になっていきましたよね。核の命を起こしてきたんが第一インターナショナルと第二インターナショナル。
資本社会ともさん3つの主義がございます。この3つの主義の中で資本だけが自由に楽しく生きられる社会ともさんの国になってしまうと、必ず辛い思い痛い思いをさせられる中の国を見てたらわかるでしょ。私たち日本国民は資本主義国の日米同盟があるからなんとかなっている国っていうことを認識して、それを死守しないといけない。それには活動家の連中の先導に乗らぬこと、活動家がやってることは巻き込ませ統一戦線工作違うのって見てるとしっくりいきますよ。これまで活動家の連中がやってきたことって、自民の票を割ることと巻き込ませ他の国の人たちが気の毒やから言うて、私たち日本国民に何とかしないといけない、してあげないとって思わせること、社会の丸主義の世界、共和国制になったところって、その国のご先祖様が作ったカルマ宿命やから、うちら関係あれへんのよ。人生は魂の修行らしいやんか。私たちは私たちの人生を生きればいいし、活動家がやってることに対してはねぎらっといたらええねん。私たちができないことをやってくださってありがとう、応援してる陰ながら頑張ってね。非常に恐ろしい計画があって、国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させて社会の丸主義の世界に突入させ、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画があって、インターネット SNS で日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中、活動家の連中やスピリチュアル精神世界の連中、今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝っていて、この世の中は宇宙人が仕切ってましたってやってる人たち、みんな連帯してると思うよ。知らず知らずのうちに石化工作員にならされてると思うよ。石化っていうのは思想を友さんの主義にしていくことやねんけど、友さんの主義者、社会の丸主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配してくるので、お仲間にならない方がいいし、スピリチュアル、私は10代最後からジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用の本にハマりました。潜在意識の活用ってすっげーってほんまに思ってたん。眠りながら成功すると、マーフィーの黄金律っていう本が2冊あんねんけど、これは東京と大阪の自宅に置いてたん。ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用に出会ったのは感謝してんねんけど、ジョセフ・マーフィー先生ってミューソートの牧師さんで、ミューソート運動とか翻訳家の方のことを知ると怖って思ってんけど、ジョセフ・マーフィー先生の存在を知らしめてくださった島津の光一さんは、炎天の詐欺師と仲良し小良しの催眠療法の基礎を作ったセミナーを日本に持ち込んだ方でした。ちょっと愕然として。で、大島の純一さんっていう謎のおっさんがいたんですけど、この方一体どんな人やんやろうって調べたら、ちょうどカミングアウトしてて、非番長の会とお幸せ御用達の渡辺の正一先生で、あ、だから渡辺さんって非番長の会の世界の日報を褒めたたえる記事書いてたんや。日本で保守論客で活躍できるのって宗教系やもんな。稲田のともみさんが信仰していらっしゃる成長の家の教祖の谷口さんはニューソートの牧師をやっていた。あ、なるほど。日本の成功者の方、松下の幸之助さんとかは中村の天風さんを信奉崇拝してたみたいやけど、中村の天風さんってニューソートの著書に感銘を受けてお米の国っていうところ行ってんけど、あの人のすごいのは、出会ったインドのヨガの先生だけで経歴とかあかんやん。やねんけど、現用者の社員の人、スピリチュアル精神世界は入り口だけに留めといて、潜在意識の活用はすべきやと思うし、スピリチュアルにハマってる人たちって世界平和と言いながら社会の丸主義国の人たちとの架け橋とか余計なもん私たちに持ち込もうとするので厄介なのよ。資本の世界があかんねんって思い込んでる人たち結構多くて、ほんまに光と闇の戦いがあって、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスになる、資本を終わらせてって思ってるような気がしてならんねんけど、これからインフルエンサー的なことをなさろうとしている方を観察していると、私は先人の書を紐解いて歴史の真実をごそごそした上で、世界平和なんて無理やし、常にどこかが揉めてないといけないようにされてるから、うちら日本国民は資本と日米同盟だけとりあえず死守する、活動家の連中の言ってることは俯瞰しながら、そうなるといいですねって見ておく。解決策ってないような気がするから、今はごまかしごまかし、自民支持しといた方がいいと思います。